皆さんこんばんは。今日は私どもの一般財団法人創発プラットフォームのイブニングフォーラム兼、オープンフォーラム近現代史研究会という、超党派の国会議員やジャーナリストの皆さんの勉強会、まあそれの、まあ代表というよりは顧問という位置づけになってますが、谷垣貞和先生や辻先生がその顧問でもいらっしゃいますが、その共催ですね、私どもの財団法人と、それからオープンフォーラム近現代史研究会の共催という形で、勉強会をさせていただいています。今、オリンピック・パラリンピック話題の遠藤先生も、今ご参加をいただいて、さすがやっぱり谷垣先生のお力で、お忙しい遠藤先生もご参加でございます。それではもう今日はご挨拶は抜きで、時間がもったいないので、やらせていただきたいと思いますが、今日は、2月26日ということで、辻先生85年前ですかね、226事件のあった、当日、あれは、朝の創業の事件ですから、ちょうど85年前の朝一番に、起こった事件でございますが、まあそれの、まあ日本というか、まあ226事件で右に出るもののない、大権威である、辻先生にまずは、お話を、ご講義を1時間いただいて、その後、今日今画面にも出ていただいてます、谷垣貞和先生、三栗谷隆先生と辻先生交えて、定談を30分間。そして、ちょっとお時間オーバーをお許しをいただいて、せっかくこれだけ豪華な、オンラインで繋がっている参加者の方々がいらっしゃるので、まあ今、ご参加の方々が7時過ぎに、繋がっていられるかどうか、お忙しい方々ばかりなんで、それはわかりませんが、その時点で残っておられる方々には、コメントなり、ご質問をですね、その3人の先生方にもいただく時間も設けるというような形で進めていきたいと思います。それでは早速でございますが、筒井清忠、帝京大学文学部長、帝京大学教授で、私ども財団の上席顧問でもあります、筒井先生、よろしくお願いいたします。226事件とその時代的背景と、いう話をさせていただきます。今日は、今、松井さんの方からお話もありましたけどね、226事件85周年という、まあ、ちょっと一種記念すべき日でして、それから、三栗谷先生、谷垣先生というですね、方を見ていただいて、ご参加いただいて、私の話の後にちょっといろいろと議論する、それから226事件についてのですね、反乱っていう映画があるんですけども、まあそれもですね、まあ、一部ですけどちょっと、紹介しながらやっていくとですね、松井さんらしい大変欲張った、にぎやかな企画でなんですけどね、やってみたいと思います。それで早速ですけども、226事件はまあですね、内容を理解するにはですね、まあその前史といいますかね、事件に至るまでが非常に重要なんで、まあその辺からお話ししたいと思います。で、まあ226事件というのはですね、その陸軍の青年将校が、1936年の2月26日に起こしたクーデター事件なんですけども、まあ、これまあ思想的リーダーみたいな人が一応いましてですね、全部の人はまあそういったわけじゃないんですけども、まあ、皆無程度その影響を受けていたのがですね、その北一揆という人の日本改造法案大綱という本なんですね。で、それで非常にまあやっぱりこの事件を理解するには重要なのはその北一揆の日本改造法案大綱なので、まあ、そこから話を始めたいと思います。で、北一揆という人はですね、1883年に新潟県の佐渡に生まれました。で、早稲田大学のですね、聴講生をしながら、今の国会図書館に通いましてですね、国体論および純正社会主義という本を書きました。で、これは明治の終わりに書いた本ですけども、まあ日本の社会主義の基本的先駆的文献の一つなんですけどね。ですから社会主義ですから、平等主義を実現するっていうのが目的ですけども、
当時の日本のですね、いわゆる国体論というのは、まあ、批判してました。ただし、社会主義というのは公的出水がそうですけども、インターナショナリズムというものを主張するのが普通なんですけども、北一揆が違ったのは、まあ、ナショナリズムというのをまあ肯定してたんですね。明治維新のまあ精神を一番汲み取った自分は社会主義を実現するんだと。それなら明治維新の精神のナショナリズムというのは受け継ぐんだって、まあ、そういうことなんですね。で、この本書いて、まあ、これ発売禁止になったんですけども、北一揆はその公的出水だとですね、交際してたんですけども、そうこうするうちにですね、その宮崎東典というですね、中国革命を援助していた、人と親しくなって、結局、孫文宗教人といったですね、その中国革命同盟会のメンバーと、つながりました。で、中国革命の本拠地は東京にあったんですよね。それで1911年に辛亥革命が起きますと、北一揆はその大陸に行きましてですね、この革命運動に挺身して、まあ、清流島の下をくぐるというようなことをやりました。でこれが失敗しまして、第二革命第三革命とですね、大正の初めに、革命中国革命の運動は続いていくんですけども、北はまあこれに協力してまして、一旦日本に戻ってきたりまた行ったりというような感じだったんですけど、その中で上海でですね、1919年に、国家改造案原理大綱というものを書きました。これは後に、最初に申し上げました日本改造法案大綱になってですね、でこの本を読みますとですね、天皇大権を発動して、要するにクーデターをやるっていうんですね。で家族制度とか枢密院とか治安警察法とか新聞紙条例とかですね、その既存の特権階級を擁護して国民の自由を迫害する制度は全部廃止すると。で私有財産や大資本には制限を加えると。で農地改革を行って自作農を創設、まあ、小作農を廃止するとですね、労働者や児童を広くですね、国民の人権を擁護する改革を行う。でさらにですね、その世界全体を見るとアジアの多くの国が植民地になっているから、その植民地も日本が戦闘機で解放するというですね、まあ、そういう主張をしています。でこういう本を書いてですね、日本に帰ってきて、大川周明、三川亀太郎という人と一緒にですね、有存者っていう、団体に加わって国家改造運動をやってきました。でそこにですね、西田税っていう三次っていう人がですね、この本を読んで感激してですね、この北に同調してこの運動に加わっていきました。でこの西田がですね、大正の末から昭和初期にかけて、さらに軍隊陸軍の青年将校たちに呼びかけてですね、でまあ最初はパンフレットなんですけどね、典型島事件とか陛下事件とかですね、こういうものを出したりして、だん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 これに加わっていく青年将校が増えていくということになっていきました。でそれはですね、この時期にこれからもう一つお話しますけども、軍縮が行われましてですね、職業軍人たちが次々に首を切られていったんですね。それで非常に社会的に軍人の地位が低下していきました。でそういう不安の中にあったですね、青年将校が、まあ加わっていくということになります。そしてさらに1929年に昭和恐慌というのが起きますとですね、まあ、これは世界恐慌の一環ですけども、その青年将校たちはその日夜兵士の訓練をしているんですけども、その兵士の訓練をしている家族たちが危ないと、いうことで、その将校たちがその兵士たちの家族を心配する兵士たちに同情しているうちにですね、ますます、この、国家改造運動に加わるという青年将が増えていくと、そういうふうになってきます。で、まあ、今のはですね、この事件に至るその前史のですね、まあ概略です。でもう少し、詳しく説明していきますとですね、1925年に普通選挙法が成立したんですね。でこれはまだありませんけど、まあ、男子だけですけどね、たくさんの選挙民が参加することになりましたけども、選挙にですね、
たくさんお金がかかるんで、結局はいろんなお金が選挙があればあるほど、平等になればなるほど、使われることになって、まあ、義獄事件が頻発しましたね。それから、内務省がですね、この選挙を監視するんですけども、この内務省警察がですね、警察署長から知事から、一警察官に巡査に至るまでですね、この1927年にできました、民政党、それから以前からある政友会、この二大政党がですね、この、官僚たちを二分してですね、非常に官僚が、政党によって壟断されてしまうということになって、非常に官僚の不信感が強くなり、それが政党の不信感につながるということになりました。でそこで1929年に、世界恐慌が起きましてですね、浜口内閣はちょうど金解禁政策を実施したところに、ウォール街の、株の暴落が起きて、世界恐慌が起きて、前代未聞のですね、不景気時代が訪れたわけです。小津安二郎監督の大学を出たけれどという映画が作られましたけども、大学卒業するような当時では珍しい特権的エリートの人でも就職がないという状況になったんですが、で特にひどかったのが東北地方で、何回も大凶作が起きましてですね、1934年にも東北不況と、大凶作が起きています。でそうすると飼っている家畜よりもですね、娘を身売りさせ、先に身売りさせるというひどい状況になったんですね。で、まあ、その典型的なものとして、ちょっとですね、226事件の青年将軍、高橋太郎っていう人が書いたものをちょっと紹介しておきましたけどですね、姉はぽつりぽつり家庭の事情について物語っていた彼は、ここで旗と口をつぐんだ、そしてちらりと自分の顔を見上げたが、直ちに捨ててしまった。目当てと見かねの水がいっぱい涙が溜まっていた。固く膝の上に握られた両拳の上には2つ3つ涙が光っている。もう良い、これ以上聞く必要はない。安全教師短足、初連兵心情調査に繰り返される情景、世俗と立った大正5年の武装生活、陸軍士官学科のことですね。この純情そのものの青年に実社会の荒波はあまりに深刻だった。育まれた国体感と社会の実相との大矛盾、つまり陸軍士官学科で教えられた、まあ、日本の天皇中心の国体がいかに尊いかという、そういう見方とですね、実際初年編の尋常調査で広げる、まあ、悲惨な状況ですね。疑惑反問、初年編教育に携わる青年将校の胸にはこうした反問が絶えず繰り返されていく。しかもこの部分はますますいよいよ深刻化していく。こうして彼らの腸は休会し、目は自分の涙に光るのだと、まあ、こういう状況になってきたわけです。それで、ちょっと略しますけども、こういうふうにですね、青年将校たちは、軍隊で、携帯の訓練をすればするほど社会に非常に矛盾があるということを感じてもらえなかったんですね。で、それから、そういうふうにして政治的な軍人、社会の矛盾を感じる青年たちの背後にあったのが、その軍縮による軍人の社会的地位の低下でした。で、大正の後半にですね、山梨軍縮と宇垣軍縮でですね、2回の軍縮が行われました。で結局、全体でですね、9万6400人の、軍人の首を切りまして、まあ、3分の1ぐらいですね、軍隊をなくしちゃったんですけど、で軍人の首を切るといってもですね、普通の兵隊、二等兵の人なんかは元の職業に戻るだけなんですけども、一番困るのは職業軍人なんですね。で陸軍ですと陸軍士官学校というところに出た人たちは、その軍人以外の、その生活の立て方を知らないわけですよね。でそういう人が突然首切られるので、まあ、もし仮に今同じことやったらそんなことじゃなくてですね、いろんな、まあ、社会保障的手段が考えられると思うんですけど、当時それも考えていきなりやりましたから、かなり、上の位の人たちが突然セールスマンのようなことを始めましてですね、まあ、非常にそれが話題になると、新聞なんかに出るという状況になりました。それに伴ってですね、軍人のことを、まあ、簡単に言うと税金泥棒とか言ってですね、いじめるようになってきました。で、いじめられるもんですからですね、陸軍省や海軍省というその軍関係の役所に勤める人は、その私服
を着てですね、背広を着て官庁に行って、それで登庁してから軍服着て、でまた帰るとき、私服にすると、そういうありさまですから、まあ、いかに軍人がいじめられてたかというのが、分かります。でもうお嫁さんの規定はないと、で給与も非常に低いと、まあ、そういうふうなですね、職業軍人の将来が非常に厳しくなっているところに兵隊の訓練をすると、兵隊たちも、家族がひどい状況になっていると、こういうふうな状況が大正の後半からですね、昭和初期の、軍縮時代の青年将校の置かれるような立場だったので、まあ、どうも北駅の書いてる日本改装法案大綱に書いてるようなことにですね、非常に、振幅する青年将校たちが現れるのは、まあ、かなり、やむを得なかったというような感じが、あるわけです。それからですね、国際情勢なんですけども、対米関係というのはですね、ワシントン条約というその軍縮条約なんかがあったんですけども、大正の終わりに排日移民法というのは成立しまして、日本人を入れないという、まあ、これは、まあ、非常に差別的な、法案ですけどですね、これでまあ非常に対米的に非常に、まあ、当然のことながら怒る日本人が多かったんですよね。すぐには爆発しませんでしたけども、まあ、結局昭和天皇は日米戦争の原因はこの反日移民法だって言ってますけどね、戦後に。それから対ソ関係というのはですね、これは中国満州のですね、中国東部地方の権益をめぐって中国とソ連の対立があったんですけど、ソ連が軍隊を動かして、ぐっとですね、東北地方に入ってきましたので、これが非常に危機感を軍人が覚えた。で中国をめぐってはですね、中国に関しては日本が日露戦争で得た日本の当時の居留地、日本人の、咀嚼した場所ですね、に両島半島のあたりですけど、23万人ぐらい日本人がいたんですけど、これは、まあ、中国の方からしたら当然ですね、民族自決で返せって言ってくることになって、日本からしたら当時の国際法とは当然認められた権利なんだということになって、両方が対立すると、いうことで、まあ、軍人から見ると対米関係、対ソ関係、対中関係とですね、非常に緊張が、重なっていくという状況でした。でこういう状況の中でですね、陸軍中堅幕僚層の中でですね、不穏な考えがまず起きてくるわけです。で最初に桜会という結社が作られましてですね、橋本金五郎という人が中心になって作りまして、でそれで満州で同時にことを起こしたのが満州事件で、さらに日本でクーデターを起こすんだというので桜会が3月事件10月事件というですね、まあ、どこまで本気かわからないんですけども、日本国内でクーデターを起こしてですね、で軍事政権を作るというふうな計画を左官級を中心にしてですね、でさっき言いました大川周明という人なんかは、まあ、ある程度イデオローグなんですけども、できました。で青年将校は最初この10月事件には加担しか引っかかったんですけどですね、どうもその左官級の調査中佐大佐クラスの軍人のですねクーデター計画っていうのは自分らが権力を取るためにやろうとしてるんじゃないかということで離反していきます。で、そうしてその離反したですね、うちの中のですね海軍関係の人が、民間の人と一緒になって1932年にですね起こしたのがその決明弾事件と、515事件です。で、決明弾事件というのはその井上日照というですね日蓮宗のお坊さんが、茨城県東京の下町の青年を中心にしてですね、前の大蔵大臣の井上淳之介、まあ、金解禁政策をやった人ですけどね、から三井合明理事長、三井合明理事長というのはまあ三井の中心ですね、段拓磨という人を暗殺するという事件が、起きました。そして、1932年の5月15日には海軍の青年将校が、首相官邸とか日銀を襲う、515事件というのが、起きたわけです。でこれでまあちょっと民間の人とですね海軍の人が中心になって、まあ、テロ的行動が行われたんですけども、この515事件の後半がですね1933年から広
開かれたんですけども、先ほど申し上げましたその普通行政選挙制が始まってからの方がその政治の腐敗がひどいと、汚職事件が頻発する、官僚は全く中立的ではなくなってしまっている、いうふうなですね、その腐敗堕落した、規制の政党政治家財閥官僚といった特権階級を、まあ、打倒せよというふうな主張はですね、515事件の新聞裁判を通した新聞報道によってですね、非常に広まっていくと、いうことになりました。で、民間とその海軍の人はこの昭和7年の515事件で、動いたんですけど、陸軍は動かなかったんですね。陸軍の青年将校は。で、その点についてちょっと説明していきたいと思うんですけども、226事件にですね、至る陸軍の内部に前は直前にはですね、この行動派と統制派の対立というのがあったんですね。で、行動派っていうのは荒木貞夫、正木仁三郎大将を中心としたですね、まあ、九州バスという流れに つながるグループなんですけども、この上の方の将校とですね、先ほどからお話しているあの北一輝の日本海上保安大綱などを読んだりした、磯部康氏とか村中高橋とかのですね、青年将校のグループ、これが行動派です。で、この行動派に対してですね、陸軍の統制を重視しようという人たちがですね、この、永田鉄山、東条英機、といった人たちを中心にしてまとまったのが、まあ、左官級の人以上の多いですね、あの統制派という流れです。で、この2つの流れがですね、いろんな形で対立するということになりました。で、特に統制派の人からするとですね、この荒木大将が、その荒木や真崎といったですね、その陸軍の上の方の人が、この改造法案なんかを読んで、社会の改革をするっていう、その青年将校を、もっと厳しく取り締まらなきゃいけないのに、なんか仲良くやってるような感じで、非常にけしからんということになります。で、行動派の方からするとですね、特に青年将校たちからすると、左官級の人たちがなんか研究会をやって、で、高度国防国家というのも作るとか、そんなことを言ってるけども、なんか自分ら中心に、陸軍の上級の人にとって都合のいいように社会を変えていくというのを考えているだけで、その農村や、そういったところの、国民の苦労は全然分かんないんだということで、まずその開港者っていう陸軍の団体でですね、両派があったことがあったんですけど、これは決裂しまして、そして、今度は統制派の人々の方がですね、まあ、この行動派の青年将校の中にですね、クーデターを仕掛けている部分があるといって、この青年将校の磯部と村中が捕まったとしたのは陸軍士官学校事件です。それから、今度は行動派の中心の正木教育総監という陸軍参長官といって非常に重要なポストなんですけどですね、この正木という人が辞めさせられたのが、正木教育総監罷免事件。そして、その統制派の人々が、まだ教育総監から辞めさせるというような非常にけしからんことをやったのは許せないと言って、行動派の相沢中佐が、永田鉄山中将、陸軍省軍務局長を殺したのが相沢事件と、いうことになります。で、ちょっとその1935年の、8月に起きました相沢事件については、あの反乱の中にあるので、ちょっと見てみたいと思います。これがあの相沢事件なんですけども、陸軍医省というですね、重要な役所の中心人物が、切り殺されるという、まあ、大変なことが起きたわけですけども、で、これこの裁判がですね、この年の秋から36年の1月にかけて開かれ、まあ、時間がかかったんですけどね、開かれるというのが一つ の中心だったんですけども、そうこうするうちに、青年将校のいる第一連隊、第三連隊のですね、いる第一師団というのはですね、36年の春に満州に派遣されるということになったんですよね。それで、そのこのまま満州にいてしまうと、もう日本の国内改革ができないと。いうことになり、そして相沢中佐はあれぐらいのことをやったので、あれに続かなきゃいけないんじゃないかというですね、その断行論、強行論がですね、この磯部、
なんか栗原をって言った人たちの中心に強くなるんですけども、この青年将校の中に安藤照蔵大尉という人がいましてですね、この人、歩兵第三連隊で、非常に立派な人格者として非常に知られた人だったんですけどね、困っている兵のために自分のお金を出すんで、次々に出しているうちに破産してしまったというですね、まあ、本当に弱い者、弱者の味方をしているうちに自分が破産したという人で、口だけでない人って分かりますけども、この安藤大尉が非常に慎重だったんで、この強硬派と慎重派が対立するんですけど、ちょっとそのあたり、反乱から見てみたいと思います。今のが強硬派の磯部、村中、栗原と、安藤大尉の、まあ、対立しているところを描いたものですけども、こうやって慎重論だったこの安藤大尉が、結局、まあ、結婚するというふうに、まあ気持ちが変わるところをですね、ちょっと描いたシーンがあるんで、これは、まあ、実際じゃないんですけども、よくですね、安藤大尉の気持ちが分かるところとしてなかなかよくできた映画なので、ちょっとそれを見たいと思います。この映画の脚本は菊島隆三という人が書いたんですけども、多分先ほど紹介しましたね、高橋太郎少尉っていう人の、牢屋の中で書いたのを多分参考にして、この、セリフっていうかね、このシーンができたんじゃないかと思いますけども、で、まあ、こういうふうなですね形で結局安藤大尉も結局加わるということになるわけです。それでこの磯部を中心にしてですね、このクーデーターはそのどういう手順で、まあ、成功させるように考えたのかとなりますけども、でまずその当時の岡田内閣をまあ倒すとですね、でそのために、まあ、そのどうしてもその暗殺をしなきゃいけないことになるわけですね。で岡田内閣圭介が倒れ、死んでもですね、一番重要な閣僚の高橋光希大蔵大臣が、代わりになったのでは意味がないということで、この暗殺も起動されるという、まあ、ことですね。それから次の首相になる、人をその天皇に推薦する人も、排除しなきゃいけないということで、内大臣斉藤誠とか侍従長鈴木貫太郎というですね、こういった人が、まあ、暗殺対象になるということになります。で、青年将校たちはですね、先ほど出てます、正木仁三郎という人に、首相になってもらいたい。で、暫定政権というのを作ってもらいたい。で、そうすると、陸軍参長官の中からですね、選ばれるというときに、渡辺教育総監という人は都合が悪いんで、まあ、このまま暗殺が起訴されたということになります。で、その後に行動派暫定政権ができる。で、その、行動派の正木政権をですね、天皇に推薦してくれる人を、まあ、積極的に天皇の周辺に行ってもらわなきゃいけない。ということで、まあ、そして行動派暫定政権ができると、まあ、こういう組み立てだったんだろうと、いろんな資料を総合すると推察されます。で、まあ、こういう計画のもとにですね、事件が開始されます。じゃあ、ちょっとその事件の開始の様子を、見たいと思います。まあ、大体以上が概略ですけども、ちょっと簡単に事実をお話ししておきたいと思います。で、2月26日の、ね、0時40分に湯河原に、伊東屋旅館貸別荘に牧野信玄前内大臣がいたんで、これを少数の人で襲ったんですけども、これは牧野は逃れました。で、この時にまだ小さかった、現在の麻生副総理のお母さんがおられて、無事助かったわけですけども、それから、歩兵一連隊の栗原中尉が首相官邸を襲ったんですけど、誤ってですね、義理の弟を松尾伝蔵という海軍を殺害しました。
それから近衛歩兵連隊の中橋中尉は、高橋蔵相を殺害した後、坂下門の警備をしてきました。まあ、しかし途中で発覚して警視庁に脱出、秘書官邸に脱出します。それから補佐の一番最初にね、紙幣の心情調査というのを見ました。高橋太郎、安田豊将尉らは荻窪まで行って、ごめんなさい、斉藤内大臣を指定に刺激して、それから荻窪まで行って小田原の教育総監を襲うということになります。それから安藤大尉は鈴木侍従長を襲いましたけれども、とどめを刺さなかったので、鈴木侍従長は、終戦の時の総理大臣になって日本を終戦に導きます。それから田中大尉は、500名を率いて、まあ、警視庁を占拠するというふうなことでですね、まあ、大体永田町から霞が関一帯を占拠しました。で、磯部村中っていうですね、上部工作担当の中心人物は陸軍大臣の官邸に行って、川島義行陸軍大臣に会って、いろんな決起主義書とか要望事項などを読み上げたりしましたが、一番重要なのはですね、この天皇周辺の動きなんですけど、内大臣の斉藤誠が襲われましたので、その次の復官に当たるのは、内大臣秘書官長の木戸幸一なんですけどね。この木戸幸一がですね、岩佐倉平宮内大臣と一緒にですね、現内閣の辞職を絶対に許さない、で天皇の方針は反乱の鎮圧一本に絞るということに決めてますね。政治の中枢を、宮中に作るということも決めてまして、これがまあ非常に重要なんですけどね。で暫定内閣というのを作ると、これが青年将校反乱に有利になるからということで、暫定内閣を絶対に作らせないようにすると、いうことを決めます。で青年将校側はこの暫定内閣で正式内閣を作るというふうに持っていこうとしてたんで、これが非常に巧みな優れた政治的選択だったんですね。でこのあとですね、天皇の周辺にですね、例えば海軍の伏見宮とかですね、いろんな人が得られるんですけども、これを全部この軌道の検索によって天皇は拒否します。で陸軍大臣告示っていうのはですね、正木とか荒木とかいうですね、非常に行動派の人たちが参加した会議だったので、軍事参議官議会議っていうので決められて、非常に青年将軍って都合のいいのが出たりしたんですけども、大体この、軌道の検索によってですね、暫定内閣を潰るっていう動きが次々に潰されていきます。で軍中央の処置ですね、軍はですね、杉山参謀次長が9時20分に散弾しましてですね、甲府49連隊、桜57連隊の招致上層して、戦時警備令というのが出てですね、次々に反乱軍の包囲網が出来出していくということになります。でそうするとですね、4石原幹事大佐をめぐる動きと事態の推移というところに行きますけども、その暫定内閣っていうのができないためにですね、青年将校たちの動きはですね、全然前に進まなくなっちゃったんですね。でそれをなんとかしてくれる可能性っていうのはですね、その軍の、特に戒厳令が出るとですね、この戒厳令の中心になる左官級の実力のある人がですね、青年将校に何か有利なことをやってくれることで、それは唯一の可能性がこの石原幹事大佐の動きにあったわけです。で石原はですね、その帝国ホテルで青年将校の村中をですね、会ってですね、石原から天皇に反乱軍将兵の大佐を奏上して、で反乱軍は撤退し、軍の力で革新政権を作る、で国体の名称とかですね、国防の強化といったようなのを決める、で首相には山本英介海軍大将というのを人になってもらうというプランを作りました。これはかなり現実性のあるプランだったんで、石原はですね、杉山参謀次長に会って、
結局これを OK して、杉山参謀次長から宮中にいた川島陸将にまでは伝わってるんですけども、それ以降は進行しませんでした。このためにですね、この可能性のあるプランここでもう挫折、まあ、一旦挫折しました。で27日の翌日はですね、電話でアドバイスしていた北一輝からですね、真崎大将に一任しろという指示が出たので、真崎と他にですね、安倍西という3人の軍事参議官が戦前将校に会ってですね、これをまあ頼んだんですけども、じゃあまあちょっと検討してみるわみたいな形で27日が終わりました。だからもう青年将校たちもですね、2日間ほとんど寝てなくて、まあ、疲労困憊だったんですけど、で28日にですね、もう1回ですね、8ページの上の方にありますけどもですね、さっき言ったプランですね、協力内閣を、作ってもらう、で昭和維新の対象は出してもらう、これをやらないとですね、流血の惨事になるというですね、いうその、川島陸軍大臣とも来てですね、戒厳司令部でその石原幹事が中心になって作ったそのさっき帝国ホテルでできたのとほとんど似たようなプランをですね、下士戒厳司令官にも言ったんです。でこの、放逐命令というですね、鎮圧の方法がもし実行されると、当時皇軍総撃って言ったんですけどね、結局は日本軍同士の衝突になる、それよりはこの昭和維新のですね対象を出してもらった方がいい、これがまたまた現実性の可能性のある、まあ、事態をなんとか収めるプランだったんですけど、まあ、結局これも杉山参謀次長がですね反対しまして、ダメになりました。でそうするとですね、結局もう最後の決戦しかないというような感じになっていきました。で旧鎮圧と裁判というところになります。で29日にですね、もう2万数千人の軍隊がですね、青年将校たちの反乱を取り囲んで、で早くビラがまかれてですね、それから NHK の放送も行われて、早く帰ってこい、今からでも遅くはないというですね、放送が行われて、もう首相官邸の中橋部隊などはですね、一部の、兵が武断帰営を始めるということで、まあ、あまりそんなことが続くと、もうその反乱軍のもう格好つかなくなるということなので、全部帰営するということになりました。で最後までですね、反対してですね、断固戦うと言ってたのが、一番、決起に反対だった、安藤大尉でした。でそのちょっと安藤大尉が、解散するところをちょっと見たいと思います。はい、安藤大尉は中隊の歌を歌って、これ映画では昭和維新の歌でしたけど、という歌だったんですけども、中隊か兵隊を集めて解散する、帰営することを告げて、でその最中に自決を図ったんですけども、兵たちが止めたので打ち損じて、負傷して入院しましたんで、これ映画ではねやめたことになってますけど、本当はそうだったんですけど、でまあこういう感じでですね、結局全員陸将官邸に集まって、で山下軍事調査部長は自決を進めて、切腹用の準備ができてたんですけど、担当とかね、このままじゃ闇から闇に葬られるから断固法廷闘争をよということで、牢屋に入るということになりました。でまあこの軍法会議がですね、一審弁護人なし非公開というですね、めちゃくちゃな空前絶後の裁判なんですけども、で結局非常に7月28日に始まって7月15日に判決が出たんですけども、非常に大量の死刑者などが出ました。ちょっとその銃殺刑の場面をちょっと見たいと思います。こうしてですね、
青年将校たちの大部分は処刑されたんですけども、あと、北と西田のですね、裁判は、その後秋になってから開始されましてですね、で、1937年の8月14日に、ずいぶん時間がかかったんですけどね、処刑ということになりました。で、北と西田はですね、直前に知らされて支援活動しただけなんで、裁判長は3年と極刑の注意以下の刑に相当するって言ってたのに主張してたんですけども、軍の上層部から、つまり青年将校がね、こんなことやるのは後ろには変な民間人がいるからだというイメージ作りのために圧力がかかりまして、結局死刑になりました。で、8月、昭和、1937年8月19日に銃殺になったんですけど、銃殺の前にちょっと様子があるんで、ちょっと見たいと思います。ね、有名な話なんで、ちょっとまあ出しといたんですけども、まあ、話はね、北駅から始めましたから、実際の記録は、西田の方から、西田その他の人から北にですね、天皇陛下万歳参照しましょうかと言ったら、北がそういう形式的なことをやらなくてもいいでしょうというのが記録なんですけども、映画ではまあ逆になってましてですね、まあ、そこからまたその発言もいろんな解釈を生んでるんですけども、なかなか興味深いんでちょっと紹介しておきました。それから、間崎大将は結局、後半が37年6月に開始されて9月25日に、無罪ということになりました。で、事件の影響ですけどもですね、政治の影響としてはですね、この後、まあ、陸軍の政治的台頭というのはやはりあるということは事実ですね。すぐこの後、広田内閣ができるんですけども、ここへ、武藤明とかですね、政治的な軍人が干渉して、吉田茂等ですね、大臣候補者がなれないと、いうことになりまして、まあ、この後さらに浮気内閣の流産とかいうようなことが起きてましてですね、陸軍の政治的台頭の一つの原因に、ありました。軍事的テロやクーデターの圧力ですよね。ただしですね、そればっかり言うのもちょっと、この後の起きた政治史と合致しないことがあるんですよ。というのは、宇垣内閣流産ではですね、宇垣という人が総理大臣になろうとしたのを陸軍が圧力でさせなかったんですけども、これ非常に反発を買いましてですね、その後に林千住の内閣っていうのはできるんですけど、今後は予算が通るとすぐ解散してボロボロに負けちゃってですね、結局総理職になるんでですね、陸軍の政治的台頭っていうのはそう一直線にないっていう理解も必要で、そればっかり言うのもまた一つの、極端な見方だと思っています。それから、もう時間がないので、社会的影響ですけども、昭和10年代にですね、日本では戦争が進んでいくんですけど、社会的平準化が進んだことも事実なんですね。財閥の転向を引き起こしたりですね。で、広田内閣の内務省の社会局長の広瀬久忠っていう人は、貧富の差が拡大し、社会情勢が急激に悪化した中、事件は一種の革命として引き起こされたのであり、事件により、この社会不安を取り除くために、強力な社会政策を打ち出すことを痛感したというのは、厚生省20年史に書いてあるんですけどね。だから、革新官僚とかですね、一部の軍人たちによって、その戦時中の資本主義のいろんな改革とか、不作苦悩の地位改革とかですね、いろんな、厚生省というのはそもそも1937年にできますけどね、38年ですね、できますけども、まあ、いろんな国民健康保険制度とかですね、こういうのは、まあ、できたのは明らかに、まあ、こういった、226事件なんかの社会的影響ということが言えると思います。